だ。さあ、だいぶ効果を早めていますね。雄大選手がずーっと下ろしてきました。そして朝彦選手はここは当たってますよ。さあ違う狙い方ですね。朝彦選手を上から位置を合わせてきてる。そして雄大選手あれゴールドですよね。下から来ました。どうかな。さあ下ろしてきますよ。藤田雅彦選手が今ずっとゴールに近づいてまいります。間に合ったね。さあ、ピンをゲットできるでしょうか。5位だった。あ、キヨル、キヨル5位だ。こっちもキヨル。いや、なんか少なくてみんな。おや、これがね。はい、皆さん、目を取ってあげてね。また、雄大さんが諦めて、ちょっとまた別の風を探すみたいですね。藤田雅彦さん、またチャレンジしますか？いける？ありがとう。まだあと1時間もあってね。今、風がね、かけるようになりましたね。皆さんもぜひ、頬に感じる風をこっちも頬に吹いてよって教えてあげてください。パイロットの皆さんは下からの、ね、クルーの情報を常に取ってます。なので下で風を教えている人がいるということなんですね。下の風がどうなっているのか本当に変わりやすいと思いますよ、皆さん。ですのでその常に変わっていく風を、そして速さもね変わっていくので、方向とね速さ、なので教えてあげてください。こっち上がりましたね。だって急に下がってきて急に上がりましたよね。悪みたい。青地の向こう側でね、ちょっと外れてしまった。
はない。あるか、まだあるか、まだまだある、いける。いや、もう何歳か、あー、惜しかったです。竹江さん、ありがとう。さあ、皆様のすぐ近くにバルーンが参りますのでね、触ったりしないようにお願いいたします。水上をね、気をつけてくださいね。あんな感じでね。